元気ですか、カルメンシータ。こちらは厳しい訓練の毎日ですが、まあなんとか持ちこたえています。噂には聞いていると思いますけど、機動歩兵というのは本当にすごいところです。何がすごいって、とにかくすごいです。それはそうと、急に月へ行くことになりました。訓練スケジュールの変更です。実は君に会えればいいなと思っていたんだけど、月から帰るまでチャンスはお預けになってしまいました。と言いつつ、どうせ訓練の毎日でどっちみち会えるわけはないか。できれば返事ください、ジョニー。さあ、つけてくれるぜ。しょうがないって、あっちゃ天下のエリート海軍士官候補生だぜ。月とスポンですが。なんだそりゃ、東洋の格言か。さあ、この差は答えるぜ。まったく、制服中のはセクシーやな。お前もスケベだな。え、なんでか。スケベがこの何やってるか、エリー。カルメンシータ、お安くねえじゃねえか、ジョニー。え、違うよ、そんなんじゃないよ。そうかね。そうでんな。カルメンシータも月へ行くのか。ジョニーは何ボケーっとしてありますね。いや、ジョニー、憧れの彼女と話もできないとは気の毒にな。そんなことないよ。めてめて、ほら元気出せって。よせよ、遠慮するなよ。ボインドスナーパターンの彼女、うらやましいだろ。それぐらいにしとけよ、パッド。え、欲しいか。え、パッド。え、ほら、え、無理しちゃって。よく聞け、クソガキども。これよりフランケル隊のお話がある。中央エリアに集合しろ。レッサー、聞こえたか、アズマ。はい、聞こえているであります。よく聞け、間もなく連邦軍総司令官ハザウェイ元帥閣下が非常事態宣言をされる。本来なら宣戦布告すべきところだが、敵の正体は未だ判明しない。まず諸君の目で事態を確認してもらおう。ジョーンズ伍長。おお、
やあれは。わからねえよ。あれは。止めろ。はっきり見えないが、あれが敵の武器だ。おそらく強化服タイプではないかと思われる。あれに異星人が乗ってんのか。あれだけで十分化け物やがな。ニューベノスアイレスでの死者は100万人以上と推定される。幸い敵は全滅させたが、諸君の訓練スケジュールが早められたのは我が母星地球が直接攻撃を受けたことによる。我々人類は未曽有の危機に直面した。これより地球連邦軍は事実上宇宙戦争に突入する。諸君も任務の重大さを痛感し、一層の努力と奮闘を望む。以上。胸が苦しい。覚悟していたはずなのに。宇宙戦争だってよ。話が違うぜ。ほんまや。うちは軍隊に入ったら金が貯まるちゅうから志願したんや。除隊願い出したろかいな。まず無理だな、そりゃ。え？なんでや？当たり前だろう。戦争なんだぜ。兵隊は一人でも多く欲しい。ああ、どないしよう。殺すのも殺されるのもごめんですがな。現実に100万もの人が死んでるんだ。くそ、ヘンドリックはいい時やめやがったな。そうでもないさ。ヘンドリックだってまたいつ呼び戻されるかもしれないんだ。今度は強制的にな。どないしたらいいや。てめえがやられる前に相手をやるしかねえな。チンピラの喧嘩も宇宙戦争も同じだ。これからは訓練も命がけや。さあ、ビッグズグズするな、ションベン野郎ども。敵は待っちゃくれんぞ。お前たちが出撃する前に戦争が終わっちまったらどうする気だ。でけたらそう願いたいもんですよ。いいか、これは実戦に近い効果訓練だ。失敗すると即死のケースもある。落ち着いてやれ。バランスさえ保てばセンサーが逆噴射してくれる。クレア伍長。お前は？スミス・アルファードです。スミス・アルファード。アルファード？ヒトン・スミス、子猫のスミスです。ヒトン・スミス、親父さんに恥かかせるような真似するんじゃないよ。酸素は平均20分。その時間内に戻らんと、そのまま戦闘強化服は顔上だ。いいかい、よーく点検するんだよ。ここは地球じゃないんだからね。本部へ飛び出しても誰も助けてくれないよ。ありがとう。さあ行くぞ。出来損ないのひよっこども、ついてこい。しっかりしろ。空に向いてセンサーが作動するな。邪魔だぞ。そんなところで寝るな。よし、まずは行け。はい。もたもたするな、さあ続け。自然にやればいいんだ。よし行け。落ちる。いかん、バランスが。行こう。アクロバットのつもりか。絶好の的になるぞ。実戦ならお前はもう死体だ。さっさと立て行こう。
パットは美容院だってさ、意外とおしゃれなんだ彼は。皆さん聞かはったか、昨日の訓練で一人死にあったそうや。本当に？ええ、カール軍曹の班やって。バカバカしいな、訓練で死ぬなんて。どうせ死ぬなら戦場で死にてえぜ。カルメンシータ、ジョニー元気そうね。あ、君も。手紙ありがとう。でも返事書く暇がなくて。いいんだそんなこと。それより突然だからびっくりしたんじゃない？ちょっとでも嬉しかったわ。本当？よかった。ジョニー。あ、時間なんだ。もっと話したかったけど。そうね。でもまた会えるわよ。うん。あの、一つお願いがあるんだ。何？うん。その、君の写真が欲しいんだ。私の。写真？うん、できればでいいんだけど。あると思うけど。いいんだ、無理しなくても。ごめん。おっと、ジョニー、ヌード写真手に入ったか？バット！ん？あっ、天候に遅れるなよ、ジョニー。違うんだ。違うとは言い切れないけど。どこかで見たことがある、この景色。無事だったか？ああ、どうしたの？僕たちの仲間で見事にあのプレーリードッグをやっつけた第1号はジョニー、君だったんだ。ただし、あとは名誉の戦死だったけどな。30回ぐらい死んだかな。お手紙つきましたで。ふっ、待ってました。早くよこせよ。俺にもねえか。はい、破れたやで。いや、つかない。押したらあかん。順番や、順番。はい、パットハン。はい、グレッグハン。残るはワイノと。おう、ジョニー派にも来とるで。え、俺にも？差出人はエミリオ・リコ。
親父からだ。何？あなたへの手紙はこれで最後です。楽しい思い出ありがとう。見事に振られはったな。くっそー、ちくしょー、こんなもの、こんなもの、こんなもの。よせよ、もったいねえじゃねえか。いらねえなら俺がもらっとくよ、いいだろ。ああ、変なやつだな、おめえ。あ、いや、びっくり。気ぃつけておくれやす、ジョニーやん。ジョニーや。ジョニー、元気でやっているか。わしがお前に手紙を出すことなどないだろうと思っていたのだが、伝えなければならんことができた。ママが死んだ。ニューブエノスアイレスでの事件はお前も聞いているだろう。ママはあそこにいたのだ。取り消してきなさい。私は反対よ。ダメだよ。もう僕の志願は受け付けられたんだ。行ってらっしゃい、ジョン。どうかしたのか？何でもない。しっかり援護してくれよな。ああ、いつでもいいぜ。いいぜ、クレック。おう。ジョニー、もういい。弾を無駄にするな。よし、いいぞ。ジョニー、グズグズするな。ママはあそこにいたのだ。ジョニー、バレろ。あっ、あの無駄遣いさせやがって。しまった。うわぁ、スミス。貴様らの目的は戦闘強化服を破壊することか？なんてざまだ。貴様らのチームワークはゼロだ。懲罰として基地内の便所掃除を命じる。なんとか言えよ、ジョニー。普通じゃなかったぜ、今日のお前は。よ、すまん。すまんじゃねえんだよ。訳を聞いてんだよ、俺は。くそ。なんで俺たちが便所掃除なんだ。ジョニー、説明しろ。俺は納得ができねえ。俺が悪かったよ。待てよ、こら。悪かったじゃねえんだよ。あれが戦場だったら俺たちは今頃天国の便所を掃除してたかもしれねえんだぞ。え、分かってんのか。ああ、だから気の済むようにしてくれ。なんだよ、そりゃ。
やろう、ふざけた口きやがって。待て、スミス。好きなようにしてくれ。バカ野郎。パッとやめろ。グレッグ、黙っててくれ。俺はもうこいつの態度には我慢ができねえ。さあ立て、ジョニー。おふくろさんが亡くなったんだ、ジョニーの。ニューブエノスアイレスにいたんだそうだ、ジョニーのおふくろさんが。ジョニー。すまん、俺。同情ならごめんだぜ、ジョニー。俺たちはたとえ誰が死のうと戦うことしかないんだ。戦争はすでに始まっていて、そして俺たちは機動砲兵なんだ。よく分かってんじゃねえか、あ、ジョニーさんよ。スミス。かっこいいなお坊ちゃんよ。だがてめえ、一つ忘れてんぜ。ああ、教えてやろうか。俺たちはチームなんだよ。それも生き死にを共にするはずのな。スミス、てめえ一人でカッコつけて死ぬ時だけはご一緒にか。冗談じゃねえ。誰がてめえなんかと一緒に地獄へ行けるかってんだ。スミス。ああ、俺たちは何なんだ。何のためにいるんだよ。もういい、スミス、よく分かった。さあ立てよ、ジョニー。グレッグ、スミスの言う通りだ。俺は知っていたのに何もしてやれなかった。悪かったな。いや、そんなこと。おめえ変なやつだな。おい、急がないと。便所はここだけじゃないぜ。合ってるよ。チキショー、卒園にやろう。めちゃくちゃ嫌がって。スミス、さっきはお前の方こそかっこよすぎたぜ。グレッグ、パット。地獄の底まで付き合うぜ。みんな、こんな時間に何してありまんねん。やらしいな、もう。うちも仲間に入れとおくれやす。ほい。で、ほいっと。うわ、なんだおめえ。本物だ。当たり前ですがな。こんな時のため思って、商工班とからいただいてきまして。お前、盗んできたのか。人聞きの悪い、借りてきたんや。おめえ、たまんねえぜ。おい、スミス、俺にもよこせよ。待て待て、焦るなよ。順番や、順番。俺にも回せよ。グレッグ、お前も飲むのか。ちょっとこっちにも回してくれ。おい、スミス、いい加減にしろよ。お前がでけえよ。よこせ。わかった、スミス。みんな、いいやつ。俺にも。チキショ、いいやつだ。いいだろ。何してまんねん。